はいどうもこんにちは、こんばんは、しばです。今回は OBS の録画設定でスマホゲームを 1080p60fps の高画質で撮影する方法について解説します。 OBS でスマホゲームを録画したいけど何からやればいいのかわからなかったり、設定してみたけどカクついてしまってまともに録画できないと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。ちなみに自分はこのチャンネルとは別でしばチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますが、実際に OBS でスマホゲームを録画した経験がありますし、 1080p60fps という高画質で録画することができております。なので今回は実際の経験をもとに OBS でスマホゲームを 1080p60fps の高画質で録画できる設定方法を解説していきます。ちなみに概要欄に動画の目次を記載していますし、この動画に関連するブログや動画のリンクも記載しているので活用してみてください。まず最初に OBS にスマホゲームを映すことができていない初心者さんもいるかもしれないので、 OBS にスマホゲームを映す方法を解説していきます。もうすでに OBS にスマホゲームを映すことができている人は概要欄の目次の録画設定前の注意点からチェックしていってください。 OBS にスマホの画面を映す方法としては2つの方法があり、キャプチャーボードを使用する方法、画面ミラーリングを使用する方法、この2つの方法があります。 OBS の録画設定方法はどちらも同じですが、必要な機材や OBS にスマホ画面を映すまでのやり方がそれぞれの方法で違うので注意が必要です。まず最初にキャプチャーボードを使用する方法のメリット、デメリットを挙げると、メリットとしては画質や音質がいい、マイク音量とゲーム音量をそれぞれ別で調整できる、キャプチャーボードを使えば PS4 や Switch のゲーム画面も映せる、パススルー機能付きならほぼ遅延なしでゲームをプレイできる、デメリットとしてはキャプチャーボードなどの必要な機材の費用が高い、初期設定がちょっと難しいといった感じですね。次に画面ミラーリングを使用する方法のメリット、デメリットを挙げると、メリットとしてはキャプチャーボードを購入するよりも費用が安い、マイク音量とゲーム音量をそれぞれ別で調整できる、デメリットとしては使用するミラーリングソフトによっては画質や音質が悪い、実際のスマホ画面と PC に映った画面を比べると遅延がある、 Wi-Fi を使っているのでたまに通信が不安定になりカクつくことがある、画面ミラーリングを一度停止すると再設定が必要なところがあって面倒といった感じですね。特に注目するべき点としては遅延の有無についてですが、パススルー機能がついたキャプチャーボードを使用すればほぼ遅延がない状態でゲームをプレイすることができるので、音ゲーやシューティングゲームなど音が重要視されるゲームを快適にプレイできるようになっています。なので個人的にはキャプチャーボードを使用する方法がおすすめですが、多少遅延が発生しても大丈夫だったり、あまり機材コストをかけることができない人はミラーリングソフトを使う方法でもいいでしょう。ちなみに概要欄にそれぞれの方法で必要な機材情報や各機器の接続設定方法、 OBS にスマホゲームを映すまでの方法を解説したブログ記事のリンクを記載しておきます。今後動画化も予定しているので、こちらを確認しながら OBS にスマホゲームを映すところまで進めてください。どちらの方法で録画するのか決めて、必要な機材の準備や設定ができ、 OBS にスマホゲームを映すことができたらこの先に進みましょう。はい、それでは OBS の録画設定方法を解説していきますが、高画質で録画することができると言っても、あなたが使用している PC スペックによっては無理な場合もあるので注意が必要です。私が実際に使用しているゲーミング PC のスペックをお伝えしますと、このようになっています。特に CPU、GPU、メモリの3つに注目してほしいのですが、自分のゲーミング PC と似たようなスペックの PC をお持ちの場合は、これから解説する設定方法と同じように設定してもらって構いません。ただ自分のゲーミング PC よりも低スペックな PC を使用している場合は、設定を下げる必要があるかもしれないので注意が必要です。どの部分の設定を下げればいいのかも解説しますので、一つ一つ設定方法を確認していってください。まず最初は出力の設定を行います。ちなみに OBS にスマホゲームの画面を映すことができていない場合は、概要欄のキャプチャーボードを使うやり方、画面ミラーリングを使うやり方のブログや動画のリンクから確認できるのでチェックしてみてください。まずは画面右下にある設定をクリックしてください。このような画面が表示されますが、画面左の欄の出力をクリックします。そして一番上にある出力モードを基本から詳細に変更します。するとこのような画面に切り替わるので、次に録画タブをクリックします。上から順番に解説していきますが、種別は標準に設定します。次に録画ファイルのパスについてですが、ここでは録画した動画の保存先を決めます。参照をクリックするとこのように保存先を決めることができるので、フォルダーの選択をクリックして保存先を決めるようにしましょう。次にその下にあるスペースなしのファイル名を生成のチェックマークは外しておきましょう。次に録画フォーマットは MP4 に設定します。次に音声トラックの1にチェックマークがついているのを確認したら、上にある音声タブをクリックします。
このような画面が表示されますが、トラック1の音声ビットレートを128に設定します。ちなみに音声ビットレートは128が一般的と言われており、これよりも低くしたり高くしたりするとマイクの音声がロボ声みたいな変な感じに聞こえることがあったので、自分はこの設定にしております。設定することができたら録画タブをクリックして先ほどの画面に戻りましょう。次にエンコーダを X264 に設定します。この設定は CPU に負荷がかかりやすくなりますが、高画質で録画できるのでおすすめです。次に出力をリスケールするのチェックマークを外しましょう。次にレート制御ですが CBR に設定します。 CBR にすることで安定したビットレートになり、動画が隠すいたりすることもなく安定しやすくなります。他にもね、このようにいろいろ選ぶことができますが、様々なところから情報を調べてみたり実際に設定して録画してみましたが、映像がおかしくなることがあったので、ここは CBR 一択でいきましょう。次にビットレートの設定を行いますが、 YouTube に動画をアップロードする場合、動画の推奨ビットレートはこのようになっています。この情報は YouTube ヘルプのアップロードする動画におすすめのエンコード設定というページに記載されているので、気になる人は概要欄に記載しているリンクからチェックしてみてください。ゲーム実況動画を投稿するのであれば 720p から 1080p あれば十分なので、赤枠の範囲内でビットレートを決めていきます。自分の場合は 1080p60fps で動画撮影したいので、その場合のビットレートは 12Mbps、 つまり 12000kbps まで設定できるようになっています。なのでビットレートの欄には 12000kbps と設定してください。あとその下にある特定バッファサイズを使用のチェックマークを外すようにしましょう。次にキーフレーム間隔についてですが、2秒に設定します。次に CPU 仕様のプリセットですが、ファスターを設定します。ちなみにベリーファーストやスーパーファーストというように、上に行くほど CPU 使用率は低くなるので、テスト録画を行った時に CPU が 70% を超えて動画もカクつくのであれば、一つ上のプリセットを選択しましょう。スーパーファーストからファーストの間ならばそんなに画質に影響がないので、 CPU の状況を見ながら設定してみてください。 CPU の確認方法は後ほど説明しますので、ひとまずファスターに設定しておいて、状況によっては後で変更するかもと覚えておいてください。次にここは一気に行きますが、プロファイルはなし、チューンはなし、 X264 オプションは空欄、この設定で OK です。すべて設定できたら適用をクリックします。次に音声の設定を行います。設定画面の左側にある音声をクリックしてください。次に一般の欄にあるサンプリングレートを 44.1kHz に設定し、チャンネルをステレオに設定します。次にデバイスの欄のデスクトップ音声を規定に設定したら適用をクリックしましょう。次に映像の設定を行います。画面左の欄にある映像をクリックしてください。ここでは解像度とフレームレートを設定していきます。まずは基本キャンバス解像度を 1920×1080 に設定します。次に出力スケーリング解像度を設定しますが、 1080p60fps の画質で録画したいのであれば 1920×1080 に設定しましょう。次に縮小フィルターを設定しますが、ランチョス先鋭化スケーリング36のサンプルに設定します。次に fps の設定ですが、FPS 共通値を設定し60と設定します。設定できたら OK をクリックしましょう。ここまで来たらひとまず録画設定は完了です。ちなみにこれまで設定画面で設定してきた内容は、プロファイルを変更すると設定内容も変化します。プロファイルはそれぞれに名前を付けることができ、複数作成することができるので、今回のスマホゲーム用の録画設定はもちろん、生配信する時の設定や PC ゲーム PS4 スイッチを録画する時の設定など、使い分けることが可能なので覚えておくといいでしょう。ちなみにスマホゲームを録画するときはマイクを使用したい人もいるのではないでしょうか。概要欄に OBS のマイク設定方法を解説した動画リンクを記載しておくので、マイクを使いたい人はこちらを確認しながら設定してみてください。それではスマホゲームの録画設定が終わったのでテスト録画を行いましょう。ただその前にテスト録画中の CPU 使用率を確認するためにタスクマネージャーを表示させる必要があります。 Windows 10の場合、コントロールプラスアルトプラスデリートの3つのキーを同時押しすると Windows のセキュリティのダイアログが表示されるので、タスクマネージャーをクリックします。もしくは画面下のこの黒い部分を右クリックすることでもタスクマネージャーを選択することが可能です。
このようにタスクマネージャーを表示することができたら、プロセスのタブをクリックしてこのような画面を表示させましょう。 CPU 使用率はこの部分で確認しますが、この CPU が 70% を超えてしまうと撮影画面がカクついたり音声がおかしくなってしまうので、テスト録画時は CPU の数値が 70% 以上にならないように確認していきます。あと録画した動画を見ながらカクつきがないか、音量は大丈夫なのかを確認していくので、録画の保存先を開いておくと作業がしやすいです。 OBS の画面の左上にあるファイルから録画を表示をクリックすることで保存先を開くことができるので準備しておきましょう。それではここからテスト録画のやり方を解説していきます。 OBS の画面右下にある録画開始をクリックしてください。録画が始まったらまず最初に CPU の確認を行います。 OBS の画面を見ながらスマホゲームを操作し、タスクマネージャーの CPU を確認しましょう。基本的にこのように何も動かさないと CPU は低くなり、ゲームのキャラクターを操作して画面を動かすと CPU が高まるので、実際に戦闘を行うなどキャラを動かしながら CPU が 70% を超えないかチェックしていきます。もしも 70% を超えてしまうと録画した動画がカクついたり音声がおかしくなるので注意しましょう。それでは実際にゲーム画面を動かしながら CPU を確認してみるとこのようになっています。まあ今はね、あのバンディーカムという録画ソフトで録画しながら OBS の録画を行っているので CPU が高くなっていますが、バンディーカムの分の CPU を引けば、まあ、全然 70% 以内には余裕で収まるのでこれで大丈夫ですね。ただ中には CPU が 70% を超えてしまった人もいるのではないでしょうか。 CPU を低くする方法としては、 CPU の使用プリセットをファスターからスーパーファーストにする、ビットレートを下げる、 720p60fps にする、エンコーダーを NVIDIA NVENCE H264-NEW に設定するという4つの方法があります。ひとまず OBS の録画終了をクリックして再び設定をクリックしましょう。ちなみに録画終了してから設定しないと設定が反映されないので注意してください。まずは画面左の欄の出力をクリックし、録画タブであることを確認します。まず最初に設定を変更するなら CPU 仕様のプリセットを変更します。現時点ではファスターを選択していますが、スーパーファーストからファーストの間ならばそんなに画質に影響がないので、一つ上のベリーファーストを選択して OK をクリックします。そして再び録画開始をクリックしてゲーム画面を動かし、タスクマネージャーで CPU の確認を行いましょう。これでも 70% を超えてしまうのなら CPU 仕様のプリセットをもう一つ上のスーパーファーストに変更してください。これでも 70% を超えてしまうのなら次はビットレートを 12000kbps から下げます。500とか1000ずつ徐々に下げていって確認していってください。もしも 7500kbps より下がってしまう場合は 1080p60fps で撮影することを諦めて 720p60fps に画質を設定します。映像をクリックして出力スケーリング解像度を 1280×720 に変更します。このように一つ一つの設定を下げながら CPU が 70% 以下になるように調整してください。ちなみにエンコーダを NVIDIA NVENCE H264-NEW に設定するとグラフィックボードでエンコードするので、エンコーダに X264 を設定するよりも CPU にかかる負荷が少なくなります。 X264 だと 720p60fps までしか録画できない状況でも、 NVIDIA NVENCE H264-NEW なら 1080p60fps というように高画質で録画できる可能性が高いので、こちらの設定を行うのもおすすめです。ただグラフィックボードが搭載されていない PC を使っている場合は選択できないので注意しましょう。ちなみに概要欄にエンコーダを NVIDIA NVENCE H264-NEW に設定した場合の 1080p60fps の高画質で録画する方法を解説した動画リンクを記載しています。 PC ゲームを録画するときにおすすめの方法として紹介していますが、出力の設定の部分だけ見てもらえれば十分理解できると思うのでチェックしてみてください。次に CPU が 70% 以下になるように設定できて、実際に録画した動画を確認してもカクついていないのであれば、ゲーム音量の調整を行ってください。さらにマイク音声も入れている場合はマイクの音量調整も行ってください。設定して確認することができたら、これで OBS でスマホ画面を 1080p60fps の高画質で録画する設定方法は以上になります。はい、これで今回の動画は終わりに
にしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やこれからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、自分はこのチャンネルとは別にシパチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますので、概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。